皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健人です。今日は59回目でアルバイトの3回目やっていきたいと思います。ほう、それじゃあ早速文章を読んでいきますよ。まず一つ目いきます。応募に用、普通免許とある。はい、まず応募、これ前回ちょっとやったんですけれども、申し込むとかお願いするっていう時に応募って使うんでしたよね。お願いする時、これが応募です。例えばアルバイトをしたいと思っている私たちはアルバイトに応募する、申し込む、お願いするっていう風に言います。逆に会社がアルバイトを欲しいっていう時にはアルバイトを募集って言います。募集、これも一緒に覚えておきましょう。募集です、集めるですね。募集、一応書いておきます。募集。はい、要普通免許ってありますね。ちょっとここ分けます。普通っていうのはノーマル、まあ標準っていう意味ですね。普通でも普通免許っていう風になった時にはこれ車の免許のことを意味します。車、運転ですね。車、運転できる証明書、これを普通免許です。なのでここに要っていうのは必要の要なんですね。必要の要なので、もしあなたが私の会社に応募するなら普通免許、車の運転免許が、車の運転免許が必要ですっていう意味です。なのでもし免許を持っていなかったら応募はできません。これしっかり覚えておきましょう。要っていうのは必要です、絶対ですね。じゃあ次の文章いきますよ。ここは経験不問、経験不問だが経験者優遇である。まず経験者っていうのはこれ今まで働いたことがある人のこと、働いた経験がある人、これを経験者っていうふうに言います。働いたことがある人ですね。働いたことがある人。それでここ不問ってあります。これは問いたださない、 あなたに聞かないよ、あなたに問わないよっていう意味です。なので経験不問って言ったら経験がなくてもいいですよ、経験なくてもちゃんとここでバイトできますよ、これを経験不問っていう風に言います。それで経験者優遇、この優遇っていうのはどういう意味かっていうと特別に見ますよ、すごく歓迎します、あなたが欲しいですっていう時に優遇って言葉を使います。例えばもしあなたが昔同じようなところで働いていて、例えばね、料理がうまいとか料理したことあるよっていう人だったら、っていう経験者だったら時給をプラス100円にしますとかね、時給をプラス100円にしますとか、これが優遇です。特別にしてあげるって意味ですね。じゃあ最後3つ目いきます。研修期間、研修期間100時間で昇給、昇給あり。正社員、正社員制度もある。まず一つずつ見ていきますよ。研修っていうのはこれ練習とかそういう意味で覚えておいてください。研修はほとんど、まあ、練習する期間です。働けって言われていきなり働くことってできないですよね。一番最初は物を覚えたり、どこに何があるのか、どんなことをするのかっていうのを、まあ練習じゃないですけど覚えなきゃいけないです。それを研修っていう風に言います。なので例えばアルバイト時給1000円ですけれども、研修期間
まあ、練習覚える期間の最初の100時間はちょっと50円減らして950円の研修期間ですよっていうような感じでよく使われます。950円で100時間ちゃんと練習する、ちゃんと研修した後はアルバイトとして1000円ちゃんと払いますと、そういうような感じです。昇給っていうのは、まあ、プロモーションとかっていう風に言うんですけれども、レベルが上がること、これを昇給っていう風に言います。研修生、まあ、研修練習している人、その次が、まあ、アルバイトしている人、その次がバイトリーダー、アルバイトの中でもリーダーの人で、その次が店長とか社員とか、そういう感じでランクがあります。そのランクが上がること、これを昇給っていう風に言います。昇給するとまた時給が100円上がりますよとか、そういうところもあるのでチェックしてみてください。最後、正社員制度。正社員っていうのはアルバイトじゃないですよ。アルバイトじゃなくて、あなたのことを雇って月にお金を払うこと、こういうふうに会社のためにずーっと働く人のことを正社員っていうふうに言います。以上、今回3つ見てみました。研修期間とかね、100時間っていうふうに書きましたけど、もし全て覚えたら50時間とかっていうふうに減らしてくれる可能性があります。なのでそこは自分のバイト先の店長とかと相談してみてください。それじゃあ次の授業で会いましょう。バイバイ。カモンカモンカモンベイベー。ウォーランナー。